まして、おめでとうございます。エレフルラジオ、新年スペシャル号始まります。はい、そういう感じですね。明けましておめでとうございます。お正月気分、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ですね、もう1月2日になりましたね。そうですね。本日、そうですね、本日も、はい、新年も、カンナナゾイ新大田の立ち飲み屋兼レコードショップエレフルよりお送りしております。はい、本日お送りいたしますのはエレフルの間です。ナビゲーターのナナエです。新年スペシャル号なのに、そうなんです、辻くんがいない。辻くんがいないですね。でも目の前には鍋がある。そう、鍋があるんですよ。これちょっとお店、イエーイ、音は聞こえないですね。超美味しそうだもんな。豆乳鍋ですね。これいつできるんですか。これいつできるんだろう。お、片子くんが、このグツグツ感伝わるかな、ですね。早く食べたい。拾ってもらって。早く食べたい。やっぱこう、いや、これ包きながら、はい、今日はラジオをやろうと思って、そうですね。るんですけど、はい、結構やっぱ俺鍋にも頭がいってるわけで今。この鍋奉行としてのね。そうですよね。結構難しいなと思ってるんですよ、今。で、食べたら、もう、何も時間ない。でも、私結構このラジオ中に物食べるんで、ああ、たまに食べてるよね。そう、その日のおすすめのおつまみとかを、私は食べてるんですけど。ちなみに、はい。さっき、さっきラジオ始まる直前に、この鍋の蓋あるじゃないですか。鍋の蓋の空気口みたいなのあるじゃないですか。そこから、豆乳がピューって吹き出して、盛大に吹きこぼしまして、ラジオが全然始まらなかった。30分ぐらい遅れてるんですよ、これ今。そうですね、スタートが。そうなんですよね。はい、僕は今鍋をいじりながら喋ってます。そうです。ちょっと気が散ってますね。これ鍋の具材取るやつ、お玉みたいなの欲しい。そうだ、お玉欲しい。ちなみに皆さん、年越しは、どう過ごされてたんですか、年越しは。僕は、年越しは、そういうのってどうすんだろう、みんな。どうするんですか。毎年どういう感じで過ごしてるんですか。ああ、毎年どうして、去年っていうか、つまり一昨年はどうしてた。一昨年ですか。一昨年は、私は、31日、なんか、キッチンの大掃除してて。ああ、はいはい。それで。ああ、言ってたね。そう、大掃除してて、友達とかと家で、私がキッチンを掃除してる間にみんながこう、紅白とか見ながら寿司食ってて。ああ。で、なんかだんだんぽつりぽつりとみんなが寝始めて。地味だね。地味に年越ししました。私は一人で部屋で、なんか、部屋の掃除がし終わって静かに、こう、お父さんが買ってくれた CD があったんですけど、キース・ジャレットってジャズのピアニストがいるんですけど、そのジャズのピアニストのソロのアルバムを聴きながら年越ししました。すごいクールですね。年越しね。おととしは相田さん何してたんですか？おととしは、LA フル開けてたんだ。あ、そうなんですね。年越ししました。ここで。おぉ。2016でーすって感じで。へぇ。結構お客さんもいて、はい。盛り上がったな。で、そのままみんなで近くの神社に初詣、15人ぐらいゾロゾロ行って。へぇ、なんか楽しそう。新年イベントって感じですね。うん、そうね。でも、今年っていうのこれは去年はい。はもういいやつって、辻くんとね。ああ。もう別に、毎年やるもんじゃねえだろ、つって。今年は LA フルお休みなんですよね。
お休みだったんですね。そう、はい、だからこれどうなの、これどうなんですか、うん、別に、あのちなみにですけどこの放送1月2日なんですけど、うん、収録が実は2016年の、うん、そうですね、今日はあの12月28日27日の火曜日に収録しております。はい、はい、なのでごめんなさい、慣れないですね。ダメだな、ダメ全然多分全然、なんせ私たちあの年の世間がまだ薄いんですよね。そうだね、全然その感覚もないし、もうまずそ、来年の体で喋ろうっていうので、もうまず一本神経取られてるし鍋も目の前に入ったら神経取られてるからごちゃごちゃになっちゃう、めちゃくちゃになっちゃうんで。でもやりたかったんですよね。やりたかった、年内の、年内に明けましておめでとうございますって言っちゃうやつ。そう。だから、ご了承ください。つまり、今のまま話しますけど。そうですね。で今回ね、メールテーマ、あ、そうです。今日はですね、新年スペシャルっていうことで、はい、メールというか、そうですね、メールでお便りを募集してまして、そう。2017年の抱負、っていうテーマで、うん、お便りを募集しました、はい、結構いろんな方がね滑り込みで、結構いっぱいくれましたね、はい、そうなんですよ。でそれがつまり来年、まあ、今年っていうね、その2017年の抱負ですね。抱負ですよ。抱負ね。なのでだからまあ今年の体で、そうですね、来年の体で話すのかな。そうですね。うん。まあ、そのまま話します。そうですね。はい、12月27日。ちなみに、お二人、片岡さん、相田さんは、抱負ありますか？お。ていうか、2016年抱負ありました？え？抱負って、はい。俺、抱負って目標みたいなもんだよね。多分そうだと思うんですけど。あ、でも俺ね、2つとも叶ったんだよな。2つあったんですか？まあ2つっていうか、まあラジオをやるっていうのと新しい自分のバンドをやるっていうやつで、え、すごい、叶ってるっていうか、叶う、まあ、実現、叶うっていうか、抱負とは心の中に抱き持っている計画や決意だそうです。ああ、だから良かったです、僕は今年はもう大今年の目標みたいな、うん、はもう大成功です。すごーい、すごいすごいすごいって、まあすごいって言われますもん、ね、いや、なんか私思ったんですけど、うん、今年の抱負とかそういうのを、うん、こう掲げてこなかったというか、あ、いや俺は別にかっちり、はい、ここ書いたりしないよ、書き添え、わかりますよ、なんていうかさまあでも気持ちいい、もうほんと来年も楽しく過ごせたらいいなーぐらいの感じでぬるっとゆるっと年越しするんで、あ、だからこう年越し感がないのかな、なんなんでしょうね。まあね、いやでももうちょっと昔は切り替わる感はあったじゃない。そうなんですよ、なんていうかね、そうなんですよね、年越しって年越すんですよ。そうだね、年を越すんですよ、すごいですよ、一大イベントよ。そうだった、小学生の時年越しとか本当一大イベントだったんですよ、うん、これこの前大掃除、あの LFL 大掃除したんですけど、うん、あの LFL 大掃除したんですけどあのこのラジオ聞いた方はあの LFL に新年ね、うん、遊びに来た時に、うん、まず床の綺麗さ、そうですね、に注目してほしい。信じられないぐらい。信じられないぐらい綺麗になったんですか。てか今までが汚かったって言われるとあれだけど、本当に綺麗になった。本当に綺麗になって、で、今日カウンター入ってくれてる入井さんに、入井さん床見たって言ったら、いや、気づかなかったって言われて、本当に、もう、ダメですよ。ね。換気扇とか超綺麗だからね。そうなんだよ。本当に。めちゃめちゃ綺麗になったんだけどな。新品同様だよ。床だって、手でこすって、みんなで床に這いつくばって、こすって、磨いたんですから、床を。多分床一番長くやってくれてると思う。そうですね。キッチンとか一番大変なところやってくれてる。一番汚いところやりましたから、私。本当に。
あの、みんな、新年明けましておめでとうございますの挨拶とともに、あの、お掃除頑張ったねっていう褒めてくれる言葉を一言添えてほしいぐらい。そうね。そう。やっぱ褒められたいですよね。私は褒められたいです。え褒められたいんですけど。褒められたいです。はい。そうですね。褒められたい。褒められたい。私褒めてください。そう、褒めてください。いや、みんな頑張ったからみんな褒めてください。ね、そう。ガラスも綺麗になって。そう、ガラスも超綺麗になって。ちょっとね、もったいないなって、しーきさんの絵がね、こう、磨いちゃったから消えちゃったんですけど。まあでもまた描けますからね。ね。次の絵を。そうですね。新年また描いてもらったらいいんじゃないですか。確かに。ちょっとあの、なんだろう、LFR の、なんていうんだ、机周りとかもバージョンアップしてるから。ね。そう。毎日も変わって。そうなんですよ。皆さん、変化に気づいて、コート掛けもね、そして、そうですよ、コート掛けとかもできて。そう。うん。すごいよ。みんな、変化に気づいてあげて、はい、女の子と一緒、髪の毛切ったら、髪切ったって言ってほしいみたいな、あるじゃないですか。わかんないけど、はい、そういう感じで綺麗になったねって言ったらね、綺麗になったね、綺麗だよ、いつも綺麗だよって言ってください。あ、まあそれは置いといて、その、はいはいはい、掃除した後に、うん、いや年の世間出てきたけど、なんか年越しの瞬間がだんだんこう一大イベントじゃなくなってきたっていう話をしたんですよ、うんうんうん、したね。そう、焼肉屋に向かう途中ね。そう、焼肉屋に向かう途中で、そう、お掃除終わった後、みんなでね、焼肉に行ったんですけど。じゃあまあ、もう、そう、その話で、あのね、7A 焼肉。ちょっと待って、まず年越しの話して、年越しは、もう、昔は本当にカウントダウンとか、超ヒリヒリしたじゃないですか。したてか、そわそわハラハラしたし、した年が変わったら、どうにかなっちゃうみたいな気持ちだったんですよ。うん、年が変わっちゃうんだみたいな、ね。もう世界が生まれ変わるばりの気持ちでいたのに、本当に去年とかは、あ、もう年を越すっていうのは昨日の続きで、今日が明日になったみたいな、今日の地続きっていうことをもうなんか知ってしまっているっていう、ね、なんかそれがこういいことだなのか悪いことなのかわかんないけど、なんか大人になるってこういうことなのかなとかちょっと思っちゃってっていう話をしたんですよ。そうあのテンション感はどこへ行っちゃったんだろう、ね、またそのテンションを取り戻せる日が来るのかな。あれ取り戻せるもんなのかな。え、でもなんかなんだろう、カウントダウンとかにでなんかイベントとか行く人ってそういうテンションなんじゃないんですか。ああ、でもそうかもね、わかんないけど、私だって家で一人キースチャレットですよ。まあまあまあ。あ、まあ無理やりその感じを味わいたくて言ってる可能性はあるけどね。ああ、なるほどね。うん。そっか。特別じゃないからね、実はだから。うん、特別にしたいってことなんじゃない？ですかね。うん、なんかあの瞬間メールがちょっと繋がりにくくなるみたいな。あるね。あったじゃないですか。あるでも今となってはこう新年の瞬間にメールしてくる友達もいなくなって安心してる自分がいる。なんかいやー、どれだけ早く送るかって感じだったよ。いやー、そうですね。そんなに思ってなかったですけど、私今までの人生でも。でもまあ、うん、そんなでもやったよね、届かねえなみたいなのはあったよ、うん、パンクしてたね。よく年賀状とか書きました。書いてますか。書いてない、ね、書かなくなりましたよね、うんうん、いつまで返したんだろう。なんかこう会社とかにお勤めの方とかは送らないとみたいなのはあるじゃないですか、うんうん、私兄弟が姉とかがこう毎年やってるんですけど、うんうんうん、私やらないから、うん、そっかみたいな。会社員って大変そうみたいな気持ちになるんですけど。でもだからといって年賀状返した時期もある。あ、小学生とか。あ、まあそういうことか。中学生とか。そうだよね。ですかね。でも私今年なんか暇、正月暇だったら年賀状書こうかなと思って、
正月に届くものだけど、正月暇だから年賀状を正月に書こうかなって一瞬思ってさっき。なんか私ツイッターとかインスタグラムにお仕事用のメールアドレスを載せてるんですけど、そこにこう住所とかを送ってくれた人に年賀状書こうかなと思って、31日までにメールくれた人に、はい、誰でもすごいじゃん、書こうかなって一瞬思いましたけど、これが気の迷いじゃないといいですね。そうだね、これ2日に放送されてるからね。そうですね、もしかしたら私これ聞きながら年賀状書いてるかもしれないですからね。いい話じゃない。どうなんだろう、誰でもはすごいね。いや、なんか誰かに なんか手書きで何かを送りたいみたいな気持ちになったというか、ちょっとわかるけどね。あとなんか先日、まあ夏なんですけど、あのおばあちゃん家の掃除した時にすごい海外のハガキみたいなのがめっちゃ出てきて、それをなんかこうアレンジして、その上に落書きとかして、なんか初中見舞い送ろうかなみたいな、さっきみたいな気持ちになったんですよ、はい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 、それこそさっき言ってたような気持ちになったんですけど、それ年賀状でやろうかなとか思って、変な海外の記念ポストカードみたいな、万里の長城みたいなとかね。正月感、まあ分かんないけど、正月感はないかもしれない、ないかもしれないけど、まあまあまあ、いやでも手書きの手紙っていう本当嬉しいからね。俺すっげえ嬉しいなって思ったことあるんだよな。手書きの手紙とかもらわないですよね。だから年賀状書かなくなったなとか思いますけど、だし実際あんまり書かないしもらわないけど、でもこの年賀状っていう文化廃れちゃいけないなとは思いますね。そうだね。なんか俺物を誰かに物をあげた時に別に何ももらわなくていいけど手紙が返ってきて、いいですね。すっげー嬉しかった覚えがあるから。手紙はいいですね。手紙いいですよね。あのメールくれたら相田さんにも送るんで、はい、年賀状LFL にも勝手に送りつけようかな。わかんないけど、まあ気まぐれじゃないといいですね。気まぐれじゃないですね。ちょっとじゃあまず7位で豆乳鍋食ってもらっていいですか。食べたい、食べたい、これ食べたい。豆乳鍋です、今目の前にあるのが。これ食べたい。でわーい、ね、これ具材は何ですか。具材は取っていいですか。取ってください。わーい、豚バラ、あ、味付け大丈夫かな。いや、してるんだけどね。豚バラ、美味しそう。豚、何個つんでもあったか、ちょっとそれも入れて、あと鶏の鍋、鶏団子と、いいですよね、はい、まあ、あと油揚げとか、まあ、あとも普通に白菜とか、まあ鍋はいいですよね。いいですね。鍋ってだって鍋に入ってたら鍋じゃないですか、大体のものが。それがいいですよ。もうちょい味付け。さすが鍋奉行。さすが鍋奉行ですね。つないでて。はい、つないときます。私お正月に毎年親戚で集まるんですけど、特に年始の時は父方の方の親戚と集まって、みんなでご飯を食べるんですけど、大体おせち料理食べるんですよ。なんかおせち料理ってテンション上がんなくないですか。なんかおせち料理のテンションの上がらなさすごいですよね。ね、おせち料理っていくつになったらテンションが上がる食べ物になるんですか。あれどうなんだろうね。おせち料理の意味でも意味があるじゃないですか、おせち料理って具材に、何々はこういう意味があるからとか、これはこういうのを願ってるよとか、なんかそういうのを調べるのは楽しいなって思いますし、なんかこう地方によってこう具材が違ったりとかっていうのもあるじゃないですか。 OK、 ちょっとまろやかマイルド系ですけど、まあ豆乳ですから。おせち料理とか、あ、お雑煮あれ？お雑煮好きだよ。でもお雑煮ってお餅入ってるやつ。そう、鶏の澄んだスープ。あ、でもそれも地方によるんですよ。それ昨日私、友達が鳥取の友達が東京に来てて、でちょっと年末ちょっと何日かいるからその間で会える日あったらって思ってって言われて、ご飯行ったんですけど、なんかお雑煮って呼ばれてるもの
に、うん、なんかあんこ入ってるって言ってて、本当にと思って、それってぜんざいじゃん、ぜんざいとかじゃないのって、だけどお餅、丸いお餅とあんこが入ってるみたいに言ってて、あれでも分かんない、なんかそういう地域の違いも面白いなって思って。それえそれなんだっけ、なんつったっけ、あれした、お雑煮、お雑煮っていうの、それはって言ってましたよ。それっておしるこじゃないのって言ったら、いやお雑煮って言ってるよみたいな、そうそう、そういうの面白いなって思います。お正月エピソード、あとなんか私のおばあちゃんがすごい黒豆を10時間煮るんですよ。すごい。そう、そういう レシピ、なんかすごいこだわりがあって、あの割れちゃうといけないらしいんですよ、縁起物だから。そうそう、あれツルツルだもんね、ちゃんとしてるやつね。そう、10時間、10時間つきっきりで、すごいねそれ。そう、あとなんか釘を入れるんですよ。釘？そうなんです、はい。おう、なんで？わかんない。でも去年もその黒豆の話を聞いて、その昔なんか新聞に載ってたレシピだったらしくて、その昔の新聞を見せてもらいました。なんかそういう家のこだわりが出るのもおせち料理の一つかなとか思うんですよね。でも、でもおばあちゃん亡くなっちゃってるからな、母親ちゃんとおせち作ってる。なんかおせち料理を頼むみたいなのあるじゃないですか。あるね。頼んだことないから、そうなんだ、どういうものなんだろうみたいな。それぞれの家で作るものじゃないですか。でも俺作ったら超大変じゃない？作ったら大変ですよね。エビとかさ、ああ、伊達巻き？伊達巻きって、はいはい、卵焼きみたいですよね。はい。そうっすね。甘いやつ。甘いやつ。栗きんとんとか。あ、栗きんとんとか。なんかうち栗きんとんが人気なくて、うちの母親はなんか安納芋。甘いオレンジ色のあんの芋となんかあんずを混ぜたやつを栗きんとん代わりに出してくるんですよ。めっちゃうまいんですよ。それの過程が出るね。そう、めっちゃうまいんですよ、それが。それめっちゃうまいんですよ。うまいんだ。そう。普通にあのトーストとかに乗せてもうまい系のやつなんですよ。あんずいいね。そう、あんずとあんの芋っていう。そう。そういうこだわり、おせち料理のこだわりをお便りで聞きたいかも。そうね、鍋食べよう。はい。そういうのありました？いや、ない。ないですか？多分。どれから食べたの？とりあえず豚バラ、ね、うん、それ豚バラと、あ、結構ね、でかいかも。本当だ、うん、と、鶏肉と、あ、もう箸、それ、どっちでいいからね。うまそうだな。めっちゃうまそう。歌って。そうだ、このこれ、俺これラジオで話したっけ？何ですか？俺豆乳鍋を、はい、ああ、やっぱり話したことある気がするな。年末。友達の結婚式の二次会の準備でみんなで友人5、6人集まって、はい、あの。生演奏のカラオケメドレーみたいなことやったのよ。生演奏のカラオケメドレー。え、相田さんが演奏するってこと？そう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 。で、その、草野球チーム、地元の中にいるのがいて、それを5、6人で、その、いただきます。どうぞ、歌を、メドレーしていくわけ。何歌ったかな？ミシルの抱きしめたいから、なんだっけな。うまい。まあわかんない。乾杯、例えばな、乾杯に、長部長乾杯にメドレーするみたいな生演奏をやって、それを練習した後に俺ん家でみんなで豆乳鍋をやって、もう幸せに包まれたっていう、あの超多幸感だったんだよ、あの鍋。それ鍋の汁を最後に、そう、この豆乳の出汁を効いた汁でをお酒で割って飲んだらめちゃくちゃうまかったんだよ。やば。それで気が狂っちゃった、みんな。
すごかったな。気が狂っちゃったんだ。みんな日曜日で翌日みんな仕事あんのに、みんな俺に泊まっちゃってさ。その大丈夫みたいな、もうでも大丈夫とか思わなかったもん。本当に。めっちゃうまい。やっぱ豆乳美味しい。私好きな食べ物豆腐っていうのって言ってましたっけ？そうか。そう、私豆腐が好きなんですけど、豆乳が好きだってことに気づくの結構遅かったなって思ってて。あ、大豆全般ではない。いや大豆全般ですね多分。納豆も好き。納豆は、あ、でも自分じゃ買わないかもな、めんどくさがっちゃう。でも味は好きです。でも豆腐、豆腐がとにかく好きで、豆腐が好きなのに豆乳嫌いなわけないじゃないですか。まあそりゃそうだな。でも私豆乳って健康飲料のイメージがあったから。豆乳ってちっちゃい頃ってあんまよく分かってないよね何か。あと母親があんま飲まないから、あ、家庭で出ることがなかったんですけど、うんうん、なんか二十歳ぐらいの時になんか飲んでみたんですよ、うん、めちゃうまいじゃんって思って、え、当たり前じゃんって自分に突っ込んで、本当に豆腐が好きなんだ、当たり前じゃんこれ、好きじゃんそんなのみたいに思って、それから本当に豆乳飲むようになりましたけど、本当に美味しい。え、食べてくださいね。うん、片岡くん食べてください。あ、いただきます。2人とも食べてくださいね。そうですね。皆さん鍋とかやりましたかね、年末は。やったんですかね。どうなんでしょうね。いや、昔鍋とかもよくやってたんだけどな、俺。お家でですか。うん。まあ、友達ん家とか、自分家で呼んでとかさ。あんまり一人で鍋をやらないってことですかね。一人で鍋やんの。いや、やらないですけど。ああ、うん、そうそうそう。具材が大変だもんね、一人だと。うん、いや、もう、やらなくなったなと思って。まあでも、みんな、あの時は、地元藤沢とかに住んでたんだよな、みんな。うん。ただ、誰かの家で、みたいなことやってたんだな、多分。今、遠いもんな、みんな、家が。おいしい。美味しい。お正月のお家のルールとかありますか。お家のルール、あ、俺は必ず1月1日は親戚のお家に行って必ずすき焼きなんですよ。1月1日すき焼き、うん、それはなんかもうずっとだな、そういえば、まあ、ルールというか。あ、でも、うん、うちもしゃぶしゃぶ多いかもしれないです。本当、1日？ 1 日っていうか、まあ、正月というか、その親戚の集まり。ああ、はい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 、はい、うん。そういうのなんかある。まあでも親戚してももう全然そんなにみんな集まらないんだけど、俺のうちの家族と、その親戚の家だけ。それってなんでなんですか？肉を食べるってことって、こう、験担ぎ的なことなんですか？ね。でもさ、すき焼きってやっぱ景気いいかなって思うのよ、いつも俺。焼肉とかもそうですか？うん、なんかみんなが焼肉を食べたがる意味って何なんですか？あのね、あの、そうした後焼肉行ったんですよ、みんなで。そしたらさ、七重が全然喋んないの。喋んないっていうか、なんか、もう、肉が怖いみたいな表情してるの、ずっと。なんかこう、なんつうのかな、こう、引いて。おう、ずっとなんか。もうなんかダメなんですよ。私、言ってなかったっけかなと思って。いや、聞いてないよ。私、焼肉苦手なんですよ。いや、そう。でも、肉が苦手とかじゃない人だったあれ。肉が苦手なのかなってちょっと思いました、この前。あ、そう。はい。でも、なんだろう、焼肉が苦手なんです、多分。しゃぶしゃぶは好きです。なんだろう。やっぱ肉じゃないじゃん、じゃん。そうですね。焼肉が苦手です、多分。食べれなくなるね、これ。なんか焼肉ってこう自分のポジションが分からなくなる食べ物が苦手というか。自分のポジションこうどう振る舞っておけばいいのかみたいな。いや、でも別に長いとかを焼いてもらえばいいんだよ、だからね。でもまあそういうことじゃないってことだよね。焼くのがいいのか、焼か
焼いてもらうのがいいのか、自分の分だけ焼いたらいいのか、焼き具合とか、あとなんか肉の部位がわからないし、あとなんかとにかくなんかこう人に気を使ったり気を使わせたりするっていうことがもう本当にそれで頭がいっぱいになっちゃって、もうなんかずーっと私なんかポスターの牛見てましたずっと名前しててずーっとポスターにこうなんか51周年みたいなポスターが書いて、その5のちょっとダサい、5の一番最後 の, この5の一番先っちょのところに牛が乗ってる、ちっちゃい牛が、そのポスターをずーっと見てましたサラダ食べながらずーっと牛見てました牛見てこうやり過ごしてましたあの本当見ないでとか言って本当になんかダメなんですよ、ダメっていうか克服したいって思いました。あ、じゃあ2017年の私の抱負、焼肉を克服するかもしれない。本当に緊張しちゃって本当にめっちゃ緊張してましたよね、私見ないでとか言ってでも本当にお店出た途端普通に喋り始めたから、いやもう全然ダメでしたとか言ってどういうこと、よくわからないんですよ、何なんですかね。だからなんか美味しいんだろうなって思うんですけど、なんか味も多分あんまりよく分かってなくてなんか終わったみたいな気持ちになるんですよ。なんでみんなそのなんていうんですか、こう焼肉を食べるっていうことがこう特別っぽくなってるんですか。特別なんか焼肉食べるイコール豪華みたいな感じある人いるじゃない、ある人、あ、まあでもそういうカルチャー通ってない。ケーキいい感じよ。やっぱこう、焼肉ですか。いや、大掃除で。お寿司とかの方が良くないですか。お寿司や、俺はもうちょっと贅沢な気持ちだな。いや、体使ったから焼肉っていうのは分かんない、全然分かんない。いや、分かんないです。本当。なんかあるよね。ありますね。ガツンと食べたいみたいな。そうそうそう。ああ、なるほどね。焼肉が苦手な理由が本当に多分部位のことを知らない。なんか知らない単語がいっぱい出てくる。単語でもみんな何の部位か分かってない、ね、あんま分かってないですよね、うん、いやだけどなんかこれが上でこれが波だからとか言われたんですよ、相田さんに。あ、すごい、あのなんていうんですか、違いを味わって食えっていうなんかプレッシャーがうるせえやじゃないか、ね、うわーって思ってもう分かんないよってまあね、それなりに、まあそうですよ。緊張してました焼肉、うん、なんだ。ただレバーは美味しいっすだな。あ、レバーは美味しかった。うん、俺完璧な焼き加減で渡してるから。そういうのがもう私もうもうよくわかんないんだよ。そんな考えなくていいんだよ、だから。考えなくて多分。もうなんかわなんかわあ口出したら怒られるんだろうなみたいな。いや怒りやしねえけど。じゃあちょっとそろそろ。はい。はがきのコーナーと、あ、行きますか。ちょっと今日ね、急遽ゲストを、ね、あ、そうですね、お招きしているので、そうですね、一回じゃあちょっと CM 行こうかな。はい。2017年明けましておめでとうございます。明けおめー、明けおめー2017年明けましておめでとうございます。2017年明けましておめでとうございます。2017年新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。2017年明けましておめでとうございます。何年だっけ。鳥です。鳥です。鳥なんや。鳥です。鳥って一番大雑把だよねそうね、鳥が一番種類あるけど、エトの中で一番大雑把、うん、ちゃんと鳥の中の何なんだろうね。そう、今年はスズメとかやったらインコとか、うん、そうだね、うん、というわけでおめでとうございますLFL ラジオ。はい、はい、ということで、新年スペシャルゲストをお呼びしました、はい。
はい、自己紹介お願いします。はい、味噌汁になりましたチャンヒーです。おー、はい、はい、南浦和で、地元なんですけど、雑貨屋をムクムクという雑貨屋を営んでおります。はい、ムクムクのチャンヒーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。南浦和から来ていただきまして、はい、40分ぐらいかかります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの LF 忘年会のフリマにも出ていただいたりとか、 あとはドリンクでね、うん、お手伝いしていただいたりとかしている、うん、チャンヒーさんです。はい、僕は逆に裏に行きましたから、ムクムク忘年会。そうですね、ムクムク忘年会、ね、いらっしゃいましたね。はい、どうだったんですか。なんか写真楽しそうなの上がってましたけど、なんか相田さんでもちょっとなんか緊張してた気がして、あ、自分のホームじゃないところに行ったからアウェイでちょっと、あ、まあちょっと新鮮なガーリー空間に行ったからですか。ガーリー、いや、おじさんが聞こえましたよね。あ、じゃあ大丈夫だった。結構やっぱこうグッとね、南、うん、あ、浦和チームがグッとなってるから、はいはい、俺これ普通に酒の話していいのかなっていう。まあ最終的にはみんな楽しかったって言ってはくれたんだけど、はい、俺本当にただ酒の話してるだけでこれ大丈夫かなって思ってた。いや、すごい良かったんですよ。おじさんたちがすごい目をキラキラさせて浦和の、はい、酒場事情、経済を支えてるおじさんたち、ね、そうですね、はい、すごい良かったですね。楽しかったですね。また定番化になったらね、はい、ちょっと、ね、恒例行事にしたいので、あの北浦和の居酒屋千鳥にて、千鳥これから、あ、鍋が、はい、どうぞ。ありがとうございます。七井ちゃんに持ってもらいました。はい、なんか相田さんが今日緊張してる気がするんですけど、気のせいですか。緊張っていうかね、やっぱりなんかちょっといつものテンポどうしたんですか。ちょっとあのね、どうしたんですか。やっぱね、鍋があるとほらやっぱこういうところがそういうなんか奉行がいる食べ物はめんどくさいんですよ。めんどくさいね。ていうかチャンヒーはあれなんですよ、女性初の女性ゲストなんですよ、 LFL ラジオ史上。すいません、みそじでーす。いや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 、あの、そう、みそじで思い出したんですけど、平成がみそじって知ってました。あ、平成29ですよ。あ、そうですよ、ね、平成29年ってことは平成みそじじゃないですか。え、29年ですよね。そうだ、そうですよ。大丈夫ですか、大人の皆さん。2017年は平成29年です。全然ピンとこない。平成も味噌汁なのに。はい、私昭和61年ですね。あ、でもそういうことか。1986年、ま、妹が元年なんですけど。え、妹がじゃあもう29歳ってこと。え、そんなこと、 え俺はちょうど元年ですよ。あれ、そんなことあんの。そんなことあんのって弟29になってたことあるか。今相田さんの弟と私の妹が同い年っていうことが発覚しましたね。そうですね。そうですね。そうだ。なんか相田さんに弟いたんだ。いますね。え、衝撃の衝撃の事実が、すごい。え、弟は全く、じゃあ弟は瓶ビール副班長ですか。なんで副班長。嫌だろ、それ弟としても。え、じゃあ何班長なんですか。何班長なんですか、弟は。車が好き。じゃあ車班長。いっぱいいるだろ。まあ、今日はお便りを募集したので、はい、そうですね、お便りはね結構来てるんで、読んでいきたいと思います。ちょ、これプレゼント当たりますから、ね、そうなんですよ、豪華プレゼントですよ、うん、なんだっけ、ハイサワー、あ、違う、ハイサワー、ハイサワーのカレンダーとか、うん、金宮焼酎シャリキンパウチ、そして非売品ステッカーなど豪華プレゼントをご用意しております。欲しい欲しい欲しい。ハイサワーさんがね、くれたんですよ。すごいっすね、ちょっと早速読んでっていいですか。はい、行きましょう。で、まあ、そう、テーマがね、さっきも言ったけど抱負ね。そうです、2017年の抱負です。それについてチャンヒーのご意見もいただき、はい、そうですね、切っていきましょう。抱負切られるの嫌だ。新年早々切られまくって。じゃあそうだな、どれから読んでこうかな。じゃあラジオネーム、ラジオネームさきさんからのお便りです。さきさん、はい、こんばんは。
私の2017年の抱負は LF ラジオの公開収録に行くことです。大阪に住んでいるのでなかなか行けないのですが、もうすぐ20歳になるし、お酒飲みながら皆さんのお話を生で聞きたいです。2017年も音楽やお酒や映画の話や中身のない話を楽しみにしています。だそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。大阪からですね。まだ19歳ってことですね。ということですね。意外となんか聞いてる方の年齢層って分かんないですよね。あ、そうだね。だって最初のお便り19歳女子大生だったじゃないですか、恋の相談。あ、そうだったね。女子大生からの指示すごいのんべーのんべーラジオと思いきやですよ。そう、おっさんメール確かにないね。おっさんからメール来たら嬉しいね。堂々とおっさんははがき、はがきの方がいい。はがきの方がいいか。はがき投函したい感じかもしれない。なるほどね。はい、投函したら絶対読まれるよね。でも、うん、そうですね、うん、あ、なんだっけ、あれ、え、あ、そうですか。抱負は、そうか、抱負は LF ラジオの公開収録に行くことです。そうか、そうか。それはぜひぜひ来てください。あとはペンネームゆきにゃんさん、はい、2017年はお金の管理をしっかりしたい。あればあるだけ使ってしまうので、少しでも貯金に回すよう努力したいと思っています。えらいえらい、えらいですね。しっかりしてるわ。しっかりしてますよ。なんかあの言葉でどう表してたらいいのかわからない顔文字みたいなのがついてるんですけど、うん、すごい偉い。それなんかちょっとバカにしてるそれ。すごい偉い。偉い偉い偉い。だってなんかこれなんて表したらいいかわかんないんですよ。あれ腹立つじゃん。すごいおじさんたちが。全然わからない。名前が全然わからない。そうですね。原監督のグーパ、はい、グータッチじゃないかな、それは。あ、グータッチ、原監督のグータッチ。わかる、わかるのかな。原監督。その子は何歳かによるか。世代。そうですね。お金の管理、大事ですね。なんか、あの、家計簿とかつけたことあります？ない。ない、うん、あります。3日で終わりますよね。うん、そうなんだ。家計簿って、私の友達で最近家計簿にハマり始めた友達がいて、はあ、こう直接聞いたわけじゃなくてツイッターに書いてて、なんかまず自分に合った家計簿を作ったみたいな。家計簿の多分ノートを自分に合わせて、自分と多分書きやすいように作ったところから始まって、もう本当に毎日が楽しいみたいなこと書いてて、家計簿ってさ、何が書いてあるんだろう。スーパーで物買ったら大根いくらとか全部書くってこと？え？違うでしょ。え、でも主婦は多分書きますよ。え、マジっすか？大根いくらって全部レシートの内容。嘘でしょ。レシートの内容全部総額じゃなくて。いやいや、書きますよ。総額食費とかじゃなくて。それ主婦はもうシビアな世界で生きてるから。やば。それすごい時間の使い方だな。え、暇なんですか？家計簿書く人ってな。俺も言おうと思ったけど、ちょっとそれはあんまり良くないかなと思って言うの控えたんだけど今。あ、でもすげえなそれ。すごいっすね。だって大根が今週いくらだったのに来週いくらだったかとか。わかるじゃないですか。いやいや、わかっても、だってそれ、しょうがないじゃん。そうですよ。またスーパー次第だと。うんうん、そうそう、だって。だって、スーパーの値上げを私たちは止めることができない。確かに。確かに。まあ、俺は、だから、ほぼ毎日のように、カウンター立つときスーパー行ってるから、うん、あ、大根高えな、この野郎と思って買わないっていう判断をするけど。大根買わないっていう。そう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 。あ、でも、でもさ、あ、今高いっていうことが分かって、どうすんの？あ、でもだから要するに、例えば本当にどうしても大根は必需品だから高くなっても大根を買わないとって思ったら、うん、どこか削らなきゃいけないっていう判断をするってことなんじゃないですか。あ、今回大根高かったんで、うん、高かったけど買うしかないから、じゃあ何を削るっていうことなんじゃないですか。それが可視化できると。うん、分かんないけど。だって、いやいやいや、めちゃくちゃ大変じゃないですか。めちゃくちゃ大変じゃないですか。まあでも楽しいかもしれない。だからね、まあそういう考え方は確かにっていうことなのかなとか、パズル的に。だから、あ、ここで200円ロスがあるからみたいな。
なんかよくあのなんだっけ、禁煙したい人とかになんかこのタバコがいくらいくらだから一日に何箱吸う人は、ね、なんか月にいくらかかってそれを他に回してみたら何円浮くんだよみたいな話する人いるじゃないですか、うん、なんかそういう気持ちになってきました。あなんかあるね、そういうの。なんでしょうね、あの感じ、なんでしょうね、わかんないけど。まあでもそうだね、お金はわかんないね。お金は大事だよっていう。お金は大事です、はい、頑張ってください。次のお便りいきます。はい、ペンネーム、これ甘夏さんですか。甘夏さん、甘夏ってなんか読み方ありましたっけ。ないか、みかんかな、みかんかな、うん、はい。2017年の抱負、自分に素直になる、びっくりマーク3つ以上です。うん、素直になれ、びっくりマーク3つっていう感じですね。で、返しです。はい、でもこうおじさんとかだったらちょっと切ないですよね。若い。これがいけ。おじさんでラジオネーム甘夏さんで。で、素直になりたいだったらすごい切ない。わあ、切ないな、それは。ちょっと。素直になれなさがすごい。そうか、42歳かもしれないね。そう、いこじなおじさんっていう、それだとちょっと応援したい感じは。ああ、いいですね。何があったんでしょうね。自分に素直になりたい。うんうん、いや、まあなったらいいんじゃないですか。どうだろう、なったらいいんじゃないですか。すごいこんな感じなんですね。こんな。あ、そうそうそう、こんな感じ。あの僕らすごい。そうね、すごい。どういう想定してましたか。いや、なんかもっとしっかりみんな頑張って。しっかり。いやいや、てかもう恋愛相談とか最初の頃は来てたけど、はい、もう来なくなっちゃった。あ、来なくなっちゃった。そうなんです。わかんない、わかんないって。適当にやっぱ相談に乗るから来なくなっちゃう。あの、断ることにわかんないって言っちゃうんですよ。ちょっと今日それやめて緊張にしましょう。そうね、ちょっと今日わかんないは、ね、はい、ちょっとダメにして抱負、はい、真剣にこう書いてくれてるから抱負を。そうですね。素直になると。はい、素直になってください、うん、何があったのか知らないけど応援します、応援します、うん、じゃあ次のお便りいきます。ラジオネーム、あんきも大好きさん。お、2017年の抱負、それは2016年よりもたくさん、そしてより楽しく飲むことです。だそうです、うん、だそうです。 お酒大好き感が伝わってきますね。何が好きなのかな。あん肝大好きさんですか。あん肝なんでしょうね。あん肝、いや、食い物はね。飲み物は何でしょうね。あん肝大好きさん。でも結構なんか、あの、私 LF ルラジオでツイッターで検索とかするんですけど、うん、あのお酒のコーナー聞いて飲んでるとか、うん、これ LF ルラジオで言ってたやつだとかつぶやいてくれてる人結構いて、お、そう、のんべえさんも聞いてる、でも19歳女子も聞いてる、うん、すごいよ、幅広さがすごい、幅広いですよね。嬉しい。そうそうそうですね、 LF ルラジオ、あとはなんだろうな、次のお便り行こうかな、うん、ペンネーム、コニタンさん。コニタンさん。LF ルの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいています。2017年の抱負ですが、忙しいを楽しむです。仕事においても私生活でもそうですが、慌ただしくても遊び心を忘れずに、友人とワイワイとしていたいです。20代最後の年なので体力がついていく限り家に いるよりも外出して一期一会を楽しんでいきたいと思います。2017年も LF ルラジオ楽しみにしています。お体に気をつけて頑張ってください。それでは。あら、だそうです。あら、20代、いやいや、私も越してますから。越しているの。20代最後の年なので。いや、もうね、記憶にないです、私29歳なんて本当に。もうもうなんか記憶にないですよ。忙しいを楽しむって結構上級者だと思います。私結構忙しいと
イライラしてきちゃうんで、それ大事ですよね。忙しい、まあでも何で忙しいかにもよりますけどね。まあ確かに、ね、楽しいことで忙しかったらいいですよね。楽しいことで忙しいと、まあそうですね、でも楽しいことで忙しい時ってもうめちゃめちゃ疲れるよね。もうアドレナリンが出まくってる時あるじゃない。あれ快感だけどすげえ疲れるんだよな。まあまあまあ忙しい、仕事においても私生活でもそうですが、そうですね、そうですね、忙しいっていうこと、まあそれ、ね、忙しいことありましたか去年は。去年っていうか、まあ、あでも今年あの12月に雑貨屋が1周年だったので、まあ、展示をやったんですよ。30人ぐらい作家さんを誘って、すごいな、はい、もうあっという間で昨日終わって、はい、あ昨日終わって、はい、それで今日暇だみたいな、暇一人で、一人で、あの孤独の毒の方の一人一人で休みを満喫してるってツイートしたら相田さんが拾ってくれて、これはちなみになんか多分ブラブラしてるなって思ってすぐ売れない、そうなんですよ、夜多分誘われなかったら家でキッチンドランカーしてよかった、用事ありがとうございます、いやいやいや用事を作って、いやいやいや、そういうことですね、忙しいを楽しむ、あ忙しいを楽しむ、そうね、忙しいことありました？でもな、片岡さんとかイズヤングとかこの前の静岡のやつとか、もろもろ結構、まあ、LF ル忘年会とかも、うん、もうまあそうですね、アスノハンもやってもらって、そうそう、当日忙しいことは片岡が無限にあるね。そうですね、そうですよね、もうあ普段片岡のがこういうちょっとまあ冷静な、はいはい、たまにこう客観的な最もな意見を言って、そうなんですよ、あの私たちの苦手な恋愛のお悩み相談とか、私がお悩み相談してよしてよとか言ってお悩み相談のメールをもらってるのに、え、わかんないとか言ってるとすごい的確なアドバイスをくれるんですよ。もう恋愛マスター片岡っていうハッシュタグができたから、それぐらい冷静な片岡さんが走ってる姿を見れるんですよ。あれ片岡走ってんぞ、片岡さんが走ってるってなるっていう、まあ、走りますよね、あ走りますよ大丈夫大丈夫とか言って俺本当に言ってたからねそんないつも適当なんですね、逆に言うと本当に、いや適当というかこう冷静なんですよ、いやいや僕らの結構大事ね、あ私たちがね、うん、適当適当適当、まあ、いやでも真剣に考えてるけど、うん、けどそういうこと真剣に考えたことなかったんだなって思って終わっちゃうことが聞いちゃうすごい片岡さんにすごい尊敬の念を、お疲れ様です、そうなんですね、相田さんラジオだんだんこう的確な答えを出すようなやり方になってますよね、うん、おなんかまたそれまで的確なえどういうことどういうこといやなんか最初は分かんないって言ってたんですけど、うん、だんだん分かんないって言わなくなってきました、ね、あでもそれ分かります、うん、分かります分かります、考えてこう、そうそうそう、分からないなりにもちゃんと答えを出そうとしてる感じが後半すごいして相田さんがラジオやってる中で、なんか最初は本当に何喋っていいかもわかんないだし、どのタイミングで話し始めたらいいんだろうとかそういうこととかもあったし、なんか何を言おうかなもあったけど、まあ、慣れてきたってことかな、そうそう慣れてきてちゃんとなんかわかんないって言わないようになってきた感じが、客観的に見てもらってそうなんだよこの前のその大変呼ばれた忘年会でも、はい、途中で俺自分の好きな曲とかかけたりして、はいはい、ラジオっぽいってすげえ言われて、はいはい、ラジオっぽくなってんだな俺と、はい、こなれてる感じ、おお本紙じゃないな、でも普通にステイさんかけたんだそうですね、そんなえどうしようかな、なんかお便り結構来ててどれを読むか悩む、チャンヒーはーおお聞くえチャンヒー何残章の抱負を聞いちゃいますかね、直でね、あの私実は、はい、あのメールしました、そうなんですよそうなんですそれは待ってるんですけど、はい、それはいや一番乗りだったらしくて、そうなんですよ、はい、すごいメールをいただいております、はい、これちょっとどっぷりチャンヒーじゃ今一回疲れましょうかじゃ あの読ませていただきますね、はい、よろしくお願いします、はい、あのチャンヒー30歳さんからのお便りです、はいはい、来年はしっとりしたいです、
今年は年齢的にも人間的にもパサついていたので、来年は肌の保湿もしっかり、心も潤して全てに余裕のあるしっとりした女性になりたいです。小文字でプレゼント欲しいです、よろしくお願いします、はい、って書いてあります、はい、そう、必死さが伝わる、伝わってきますね、すごい臨場感あふれるメールを自分でも打てたな文才がある。やっぱりちょっとパサつきましたね。そうだったんですか。はい、パサついた。パサついたんですか。そうです、なんかストレスとか、なんか余裕がない感じになっちゃってたので。忙しかったってこと？あの店を始めたのもあって。あ、そっか。そう、前まですっごい暇だったんですけど、なんかちょっと忙しくなったら一気にテンパって。あ、でもそれわかる。なんか、基本的に暇つぶしの人生なんで、暇じゃないとイライラし始めるみたいな。めちゃくちゃわかります。なんで暇つぶして生きてんのに暇じゃなくなってんのみたいな気持ちになってくる。そうそう、本当その暇だからなんか始めてるのに。そうそうそう、ね、忙しく暇じゃなくなってことにイライラし始めるっていう、すごい矛盾が生まれるんですよ。本当にそうなんです。なんかあの犯罪列島とか警視庁24時とか見るの大好きなんですけど、おうおう、それはあの今年はすごい見逃したんですよそれでパサついた。すごい反省しましたね。それでパサついたんだ。私以外に見る人誰がいるんだと思って、いつも私が見てるのに、いつも私が見てるのに。そうそう、私が見なかったら。そうなんです。誰が見るんだって。そう、それをちょっと反省して、はい、来年は。あれは年末にやるもんですか。いや、いつでもやってて。あ、いつでもやってる。そうなんですよ。そうですか。あのどうしようもないおじさんとかがモザイクでこう、あ、酔っ払って、ね、あの路上に寝てる人とかが出てくるのをいつもこう、あ、うん、いいねいいねって言いながら見てたのが、今年はもう全然できなかったので。できなかった。そうですね、ちょっと反省が、ね、はい、酔っ払いのおじさんに、はい、ちょっと優しく、うん、したいな。はい、なるほど。はい、あと肌の保湿もしっかり、はい、肌の保湿、乾燥肌ってことですか。お風呂出た後に最近何もやらなくて。それじゃん。はっきりと分かってた、はい、そう、今それでしょ。それかって思いましたそれだったんだ。 そう、それでしょ、ね、そう、ちょっと頑張り、今日から頑張りましょう。今日ちょっと、はい、化粧水を買って。そこから家にないんですか。え、嘘でしょ。今切れてるんですよね。あ、切れたら切れっぱなしにしちゃうやつだ。2週間ぐらい今切れてて、ニベアを塗ってるんですよ、ずっと。あ、でもなんかニベアの、あ、これ女子トークなんですけど、いいですか、はい、女子トークなんですけど、はい、ニベアの青缶をなんかベタ塗りするといいみたいなやつありますよね。あれはめちゃくちゃ高いクリームとほぼ成分がなんか一緒みたいなので。うわ、すごい今女子って感じするあであれ、お風呂上がり CM になってきそうだねスポンサーがニベアのなんとか監督でもあれどうなのかなって思ってて、私、え、それをやってるってこと。ただあの私はニベアの青缶じゃなくてハンドクリームを。ハンドクリーム、ハンドクリームを顔に塗ってる。ハンドクリームを顔に塗ってる。それは混ぜるじゃないか。そうなんですよね。なん全然、はい、ためにならない情報もう去年にすごい流行ったんです、その青缶をね顔に塗りたくるとすごいしっとりするっていう。なんかこうあれですよね、こう普段いろんな美容液とか化粧水とかいろんなものを塗りたくってる肌をこう自分の力でどうにかするようにするみたいな、再生する。そうそうそう、なるほどね。っていうことな、細胞なのかな。そう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 。そんな感じ。休肝日みたいなことかな。休肝日みたいな。休肝とかな。わかんないけど。そういうことなのかなって。でもなんか私肌弱いからいろいろ試せなくて怖い、うん。めちゃめちゃ肌荒れたらどうしようって思って試せないんですよ。あ、そのニベアのやつも。それを考えてる時点でやっぱちょっと若くて羨ましいですね。え、そう、肌が荒れる。明日の肌どうしようとかほぼほぼ考えたことなくて。いや、明日の肌どうしようとは思わないけど痛いからやだ。あ、そう、なんかいろんなものに手を出すことが怖い。はい、でも女子力やっぱちょっと高いな。え、そうなのかな。どうなんだろう。高いですよね。わかんない。偉いです、ね。じゃあ、あの、ハンドクリームじゃないやつ試したら教えてください。青缶、試します。青缶ぐらいコンビニで売ってるでしょ。2週間開けないで。今日はちょっと買う、あの水道水で一回湿らせて、うん、でその後にハンドクリームを塗るっていうのは最近。ハンドクリームってどうなんですかね。
ちょっと気をつけましょう、うん、はい、今日からなんかまぶたとか荒れそうって思っちゃう、心配する今のところ、うん、でも強いんでしょ、俺も結構すぐ肌が荒れちゃうからかなりもう敏感なんですよ。あ、そのちゃんとなんかしてますか。俺ちゃんと化粧水します。あと保湿もしますよ。お肌の全身 の全身の。あら、いやでもそうしないと赤くなってヒリヒリするから、そうそうそう、それが嫌なん。そうなんですよ、それを防ぐためには。片岡さんはなんかしてます。俺何にもしてないです、ね、あ、肌強い。一緒ですね。いや一緒ですね。いや本当はそっちの方がいいけど、そうできるな。どうなんでしょうね。なんか本当に何でもないやつを使うしかないなと思っちゃう。そうそう。いいですね。クリームトーク。クリームトーク。女子っぽい感じ。大丈夫かな。これ本当に女子っぽいのかな。不安になってきた。まあ確かハンドクリームは塗らない。じゃあちょっと今日帰りにコンビニで、うん、あの青缶を買って、そこから、ね、そこからですね、うん、しっとりさせ、どんどん人生をしっとりさせていこうかな、うん、はい、合ってるかなこれ。合ってるのかなこれ。しっとりさせ方合ってるかな。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。貴重な意見を。はい、なるほどな。なんか緩いですね今回。緩、うん、いですよ。あ、いつもこんぐらいじゃないですか。まあ確かに。まあゲストが宣伝とね、ゲストがいるとやっぱちょっと、ね、まあ、確かに違うけど、うん、ゲストいない時もある。あ、まあ、通常会がゲストいない時。はいはいはい。でもお店であのかけたりするんですよ。え、本当に。ラジオ嬉しい。サウンドクラウド。嬉しい。嬉しい。なんか辻ちゃん大丈夫かなっていう。みたいな。いやいやいや、まあ別に、あ、大丈夫とか大丈夫じゃないとかでもないラジオですからね。確かに。別にその基準が本当にないから、視聴率とか気にしなくていいし。なるほど。そう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 。でもすごい、あの相田さんがハロウィンの時にすごい気合が入ってたのが、はい、すごいすごい、あれは押せるなと思って。出だしですか。出だしになって、ハッピーハロウィーンあれやってみたかったですよ。ナナイちゃんが、あれどうしたどうした。嘘、え、嘘でしょ、何これってなったやつ。ああ、そうだそうだ。え、あれすごいマジ。すごい良かったですね。ああ、すごい良かったです。え、じゃあ、 あの一リスナーとして LA フルに何か求めることとかってありますか、聞いてて。でももうちょっとしっかりしてほしい。もうちょっとしっかりしよう。今からしっかりしていこう。しっかりってなんだろう。しっかりって何だろう。何をしっかりすればいいんだろうな。しっかりって何をしっかりしたらいいですか。なんかあれですよね、ずっとタレなんか投げっぱなし、流しっぱなし、こう蛇口とかボールをっていうイメージなんですよね。あーあー、それは、はい、今のお便りとかそういうのもだし、はい、そうですね、全体的にそうです。多分す、ね、リスナーの中でも思ってる人若干いると思うんです。私は今日代弁しに、はいはいはい、はいはいはい、あ、もう垂れ流し感がすごいと思うんですね。そうですね、いいところでもあるんで。はい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 、そうですね。あの、そう、まあ、あー、でもそう、抱負で言うとじゃあそれだな俺やっぱ。じゃあフリートーク俺本当に頑張る。じゃあ頑張る。本当にフリートーク本当に頑張る。だそう。あ、でもな、難しいな。あの深夜ラジオすごい好きで、はい、おぎやはぎとかやっぱりどっちかというと本当垂れ流し感が強いっていうか、うち起承転結が全くない、はいはいはい、それでもあのボソボソ聞いてるのがすげえ楽しい。内容のない話をずっとしてるて、そう、ゴシップとかね、うん、別に、しかも相当憶測で話してるから。あー、なるほど。それもすげえなと思うんだけど。中学生男子の話。そう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 。あら、これは、あ、これは付き合ってる。いやいや、いや、そんなことそうじゃないって言ってるじゃないですかみたいな。いや、これはどうだみたいなとかたまにあるし、まあそれ面白いし。でも、もう一個好きな、まあ伊集院さんはちょっともう別格なんですけど、うん、オードリーの二人は、うんうん、多分あの二人分かんないけどそんなに仲が良くないって二人でラジオ内で言ってて、それぞれがエピソードトークを一個一個するんですよ。だそれはちゃんと一人で起承転結つけてやるみたいな。はいはい、で
それが好きだから若林さんの方が好きで、あ、なるほど、うん、春日さんで何も落ちない時あるんだよたまにうわ終わったと思う時がある。若林さんがいつも締める、若林さんと、いや一個で締めて、うん、その後春日さんが喋る順番で、はいはい、ちょっといやずっと聞いて俺勉強してるつもりなんだけどなまあ頑張ります、はい、わかりました。なんかでもそういう意見欲しいなって思ってました、うん、なんかそのラジオに突っ込んでほしいというか、はいはい、そうね、そうそう、こういうことやってほしいとか、うん、もうちょっとこういうことしてほしいとか、うん、そういうことを突っ込んでくれる、まあなんか リスナーの直の意見が欲しかった、うん、お便りで募集してもあんまり来ないので、うん、あ、まあね、でも聞いてる人は多分すごい思ってる、発声して多分あそうそうそうとか言って言いません、ラジオ聞いてて、ラジオ聞いててか俺ゲラゲラ笑っちゃう、あでも分かります、私もすごい笑っちゃうしかも、まあ、家だとちょっと、まあでも別にそんな隣のとこ聞こえるとかじゃないんで別に、まあ家でも声出しますけど、うん、仕込んでる時にめちゃめちゃ爆笑しますから俺一人で怖いですねそうですねでもまあ大音量でかけてるからその分なんかもう爆笑してますね、まあそうそうとかもあるかな、えそう言うんですかチャンヒア相槌を打つっていうか、はい、私でもラジオに目覚めたとかラジオ一番聞いてたのが高校生の、はい、にあのオナニーマシーンっていうバンドの井上さんという人と、うん、あと現銀南ボーイズのミネタ君っていう人が、はい、あの深夜にやってたんです、ね、へー、あの真夜中の二人ごとっていうラジオをやってて、はあ、でそれに結構メールを出したりとかして、はい、はがき職人だ、らららはい、読まれたことあります、読まれましたね、おおそうそう、嬉しかったでしょうね高校だと、そうですね、こうちょっと写真とか自分の、はい、写真とか送りつけて、え、はい、すごい、やちゃんとさミネタ君があの、うん、写真送れみたいな女の子、あ言うんだあそういうテンションか、なるほどね、そうなんです、それで深夜に自撮りをして、はい、すごい、送ってましたね、なるほどなるほど、今までラジオにおはがきとか出したことありますか、私ないんですよね、はがきはない、いやまだ最近ようやく投稿っていうかそのたまに書いてるけどでも読まれたことないけど、はがき今度書いてみようかなちゃんと、今ハガキってあるんですかね、ハガキで、いや全然受け付けてますよ、でその分だから少ないから、うん、あ読まれる可能性が、伊集院さんとか必ずハガキは目にしてる、そう読む読まない別に必ずでも見てます、メールはもう膨大な量来るから、その多分構成作家さんが多分その前に割と振り分けちゃってるけど、手紙はちゃんと読むって言ってますね、そういう意味では、手紙欲しいな、LF ラジオ、あ LF ラジオハガキ来たらめっちゃ大喜びしますよ ね、 あ、じゃあ私が送ります、明日年賀状を送ります、やったでも私一度だけこう社会に意見したことがあって、お社会に意見、社会、おはい物申したわけ物申したことがあるんですよ、あのサンクスかな、サンクスのなんかプニモチシューっていう80円ぐらいのなんかおやつみたいのがあるんですけど、あ知ってますか、あれサンクスじゃないかな、なんか昔自分がいつも行ってるサンクスにそれがあって、それがめちゃめちゃうまい、80円でこのクオリティはすごいって思ってめっちゃうまいんですよ、うん、プニモチシューが、でなんか毎日のように買いに行ってて、うん、そしたらある時からなくなっちゃって、 あれなくなっちゃったかなって思って、隣の駅のサンクスに行ったらそこもなくて、あれおかしいな、もしかして期間限定ものだったのかなって思って、あの社会に意見しましたあーメーカーに、あのお客様のご意見的なサンクスのメールに、すみません、あのいつもどこどこの店舗でプニモチシューを買っていたものなのですがあれは廃盤みたいになってしまったのでしょうかみたいな、もしあの生産中止とかになってしまったようであれば生産してほしいですみたいなお客様の声ですね、だからお客様の声、いやそんな物申してはないでしょ物申したんですよ、そしたら丁寧にあのそちらの店舗の方にはなんか多分数が少なかったので注文がな
くなってましたみたいな。なのでこの店舗に置くように発注しますみたいなメールが来て、それからなんか割といつも行くサンクスがあのそのプニモチ州関係なく割といつもなんか震災後みたいな品揃えのところだったんですよ。あ、なるほどね。結構いつも何もないみたいなところだったんですけど、プニモチ州が3つ並ぶようになった。ああ、嬉しいね。っていうことがありました。素晴らしい。だから意見することって大事が、声に出すこと、自分の主張を声に出していくってことはすごい大事です。それが通りましたからね。通りました。あの、願ったり叶ったり、願うことは叶うみたいなことですね。願ったり叶ったりってそういう意味え、そういう意味じゃないんですか。願ったり叶ってどういう意味だっけ。願ったことがすぐ叶うみたいなことじゃないですか。でも確かにそうですかね、そういうことです。皆さんなので、はい、あの意見してください。合ってるかなこれ、うん、何の話からこれになったか。あ、ラジオに投稿するみたいな話から。 それしかないんですよ。でも見知らぬ誰かに何かを言うってことが、うん、なるほどね。そうそう、あ、そうね。ファンレターとかも出したことないですね。ありますか。ファンレターないですね、うん、ファンレターってだって俺がするとしたら、まあそっか、可能性があったとしては鈴木亜美だな、ギリギリ。鈴木亜美にファンレターを送る可能性はあった。なんていうか言えば、うん、まあ、だってそういうことハイスターとかにファンレターを送るとかじゃないじゃん。そうすると中学の時好きだったアイドルというか、アイドル鈴木亜美超好きだったから、うん、中学の時すごい友達が亀田光希が超好きで、亀田光希に手紙をめっちゃ授業中書いてて、なんか自分のプリクラを入れるか入れないかで超悩んでるみたいな相談とか受けてましたよ。いい、ね、入れないよ、毎回入れなよ。毎回入れた方がいいよって。そういうのあるんだよね。わかんないけど。これ辻君とかいたらね、ファンレターとかもらってるだろうから聞きたかったな。なんかそういう面白いファンレターもらってるよ。ファンレターもらってる、もらってる。ファンレターください、本当。あの LF ラジオにお願いします。じゃあ次のお便りいこうかな。はい、間違えた。あ、ちょっと一回、はいはい、休憩というか、休憩じゃねえな、 CM 行きますか。 CM 行きます。はい。 LF ラジオは第2第4火曜日に LF にて公開収録いたします。いつも通り飲んだり食べたりできますので、お気軽にご来店ください。またラジオの配信は毎週土曜日を予定しております。投稿やご意見ご感想はメールアドレス lfl@gmail.com、 lfl のスペルはすべて小文字で eruefuru@gmail.com、 もしくはツイッターのハッシュタグシャープ lfl ラジオ、 lfl がひらがなでラジオがカタカナでシャープ lfl ラジオまでお願いいたします。